ないかと。それらの旋律から私が感じたものは、他の人が感じたものと大した違いはありません。太陽が昇って、月が落ちて、日々の出来事や人情の移り変わり、出身が違っても、みんなそれぞれの生活を過ごしていても、とても平凡な日常があって、街で見聞きすることがあって、結局、みんな同じですよね。そうだな。カオンも早く歩み始めようぜ。オイラが友達を数えてやるからさ。上司は置いといて、国政とか神格とかはどうだ？あいつらだってそうだろ？そう。我は友達だ。同じ死についていることを考えれば、兄弟弟子としてお互いに呼び合うべきなのだろうが、我が友達の意味を理解した今、我ら皆さんありがとう。春になって花が咲いたら、国政を連れて共に我が家へ遊びに来るとよい。様々な花を植えているから、中には主が好むものもあるはずだ。そんな、申し訳ないです。友達なのだから遠慮する必要はない。栽培や手入れの方法は全て主が教えてくれた通りにやった。だから主が意見してくれれば、次はもっといいものができるはずだ。観賞用のものは分けておくから、残りは全部食べていい。それでは先にお礼を言わせてください。ここはお言葉に甘えてと言った方が正しいのでしょうか？そうなのか、我にもわからない。もうそんなことばっかり気にすんなって。それにしても、女子会なのに集まって花を食べようとするなんて、さすがはあの船長の弟子って言うべきか。不敬な真似をしておるのは誰だ？わらわを鮮明ではなく、船長などと呼ぶとはな。師匠。シンくん。出た！これぞ、天から降りてくる大船長だ！この方ではなく、これだと？しばらく見ぬうちに、お前はますます調子に乗るようになっておらぬか？カウンの書き置きは受け取った。お前たちが探しているものにはわらわも心当たりがある。どうだ、わらわについてくるか？我にはまだ修行がある。師匠や主らと共に行くのは遠慮しておこう。うむ、日が暮れたら船夫でわらわを待っておるといい。せっかくの祭りだ、己の思うがままに料理を楽しむのだぞ。消灯を飛ばしたかったらいつでも来てくださいね。ありがとう、怪盗祭を祝して。